はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。現在第何世界か分かんないけど、リンのいる世界ですね。リンに会ってないけどまだに来たので、とりあえずリンの街に来て、なんかアポロンのところに会いに行きましょう。あ、逆だ。こうしてこう。発掘ポイントがあるんで、ちょっと発掘はしたい。どこだ？ここか。お宝。ん？銀霊の蝶か。なんかプレゼント用アイテムがあるからね。大してやってないけど。あと発掘できるアイテムは多分違う。3種類くらいあるのかな、同じ場所でも。アハイシュケ、ミスリル弓でいいでしょ。サーベル、弓、キバ、強い、肉くれ。うちのペットがマジで。もうちょっとなんかな、魔法とか使えるキャラだったらいいんだけど。チェインさせよう。この世界の敵チェインさせて大丈夫かな。大目玉がいっぱいいるね。サブマシンガンで一掃できるかどうかちょっと怖いから、サブマシンガン使おう。あ、待て待て待て、サーベルでグリフォン、炎を使おう一回で、牙どうだ。よし、とりあえずつけ、倒せない、ちょっと倒せないか。しかも麻痺ってるし。愛人の素早さが相変わらず遅いから、愛人がね、先制できるとだいぶ違うんだよね、多分。弓でなるべく素早さを上げたい。肉、誰？デュランダールか、食べよう。強くない、強くならない、回復しただけだ。まあやっぱり集中的にステータスを上げた方がいいのかな。アポロンの神殿、ようこそいらっしゃいませ。新しき神アポロン様の神殿です。こいつらは何、アポロンに雇われてんのかな。アポロンの従業員みたいな。あなた方がアシュラを倒したという噂はこの世界まで届いている。何もなさそう、こっち右も何もなさそう。まあ、真ん中から行きますか。右はもう調べない、多分何もないから。人はいそうだけど行くに値しない。アポロン様がお待ちかねです。さあ奥の方へ。横から話す。ようこそ。アシュラを倒し世界を救った英雄たち、私からお礼をしよう。太陽の松明、ミニマップ機能拡張。なぜこれを。私はすでに十分な力を持っている、これ以上の力はいらない。我が世界にもいくつか秘宝がある。それは謎解きになってる。一つは土の中を風が吹くところ、一つは水の中で炎が燃えているところ、一つは明るい闇があるところ。君たちならこの謎を解き明かすことができるだろう。こう祈っている。じゃあ行こう。とりあえず秘宝を集める。でまずは発掘ポイントを回収しよう。この二人チェインできそうだな。能力上げのためにやっぱりね、チェインで戦いたい。一緒じゃねえかよ。サブマシンガンで一掃はできるでしょ。サーベルでしょ、炎でしょ、牙。げっ、一掃全然できなかったわ。で炎、クリティカルになった2とか弱すぎんだけど。ちょっと何にもしないで。愛人がね、ちょっと一旦89くれた、倒してもらいたい。上がらん。ライブオーク食べよう。
変化した。亀の変種。ヒットポイント的にはまだ弱いよな。さあ、アイテム発掘。宝箱。おりはるこんの槍。やべえ。超強そうなの手に入れてしまった。俺は誰に装備させるか、やっぱりメカか。でもメカは力がいらないからね。ちょっとチェンジさせるかも。一人一体。ミスリル、サーベル、ミスリル、ケアルが使える。こいつ貴重だ。攻撃手段が牙しかないんだな。ガードされた。いけ、ガードされてるし、しかも150で倒せないか。です。あれ、マトラックスか。ちょっと両方上がるように。で、魔力も上がるようにブリザードも使う。下のブリザード。やばい、愛人のヒットポイントはやばい。上がらない。あれ、そういえばここに売ってる武器とか防具とかって確認したっけ。とりあえずペットのケアルで回復させよう。魔力は17、そこそこあるね。全開。愛人より魔力高くね、ペットの方が。マギ装備してるからね。じゃあそこのトレジャーポイント行ったら、下の町に行って最初に海底みたいなところに行きますか。トレジャーポイントどこだ。ここら辺。だからこれ雷神の剣。やべえ、なんか杖の手に入れてるけど、どうなんだ。大目玉、先制攻撃。ちょっとここは愛人。ミスリルの弓とか回収したい。予備持ってたっけ。癒しの杖がある。ここら辺どうなの。力11、力11、ちょっとよくわかんないな。あと熟練度みたいなのがどう関係してくるかだよね。使い込んでれば熟練度が上がっていくんで、まずこの町へ行こう。港町。すげえそのまんまだな。あ、ここはいいや。武器屋さん。クラウダの書が売ってる。毒魔法、ロケットパンチ、リプル、念仏、三段、クロスカウント、チェーンソー、ファイヤー。特にいらない。岬の中には竜神様が住んでいて、船で通るとその毒の息で死んじまう。毒の息なんだ。海が荒れて商売にならない。誰か竜神様を退治してくれれば。竜神様って言ってるけどさ、退治しなきゃいけないの。竜神様、近頃は特にお怒りのようだ。時々海が赤く光る。イベント発生。ちょっと見よう。人魚に恋して海に入るなんてすごく好きだったんだな。入水自殺じゃねえかよ。ロマンチックね。そういう人魚ってもういないのかな。どうだろう、お前が言うな、亀。でも海底を探せば何か見つかるかもしれない。亀ならいけんな。ロマンを探しに行こう。トレジャーポイント。突然だが、君は最近発掘してるかめっちゃしてるよ。うん、たまんないよね、マジで。イベント、また恋の話だね。私は学者だ。そうなの。竜神伝説などくだらん。あれは海底火山だ。そうだ、竜神などおらんことをはっきりさせるために海底を調べてきてくれ。まあ、どうせ行くからね。竜神伝説には奇妙なお姫様が出てくる。綺麗なお姫様に会ってみたい。さすが。いや、会えないと思うけど。
あ、そういえば三味線弾きがいない。そこの学者は竜神なんかいないと言ってるが、そんなことはない。私は学者。結局聞いてないの。人魚に恋した男はこの町の南の岬から入水自殺をしていった。そうか。明るすぎて何も見えない光の洞窟がある。すべてのものの真の姿が見える目が必要だ。この親父何者だ、そんなことを知ってるなんて。ちょっといろいろ減ったんで回復させよう。どうせ0円だし。でアイテム預けよう。いるはず。イベントアイテム以外なら何でも預かる。でミスリルライトサーベルいる。これいらないよな。で星屑の杖いいやん。状態異常は、いや待って、全部の状態異常を回復するんだったら金の針とかいらないんじゃないか。その代わりに星屑の杖を出そう。あとはハイポーション、まあ、最悪アイテムが詰まってきたらハイポーションとか使えばいいっしょ。あともう一個イベント地点があるんで、そっちへ行きますか。道具屋、ついでに防具が売ってないか見るか。こいつだなきっと。先に防具を見よう。あ、加速装置がある。一時的に素早さを上げる魔導エンジン、かっこいいね。ミスリルの盾、ミスリルの鎧じゃなくてミスリルの兜。なんか防具は小出しにしか売ってないね。高えな。3つ買ったらもう終わりだぞ。3つ買える？買えなくね。いらっしゃいませ。何かお探しですか。おーい、レイオーちゃん、そろそろ上がっていいよ。バイトか。はい、わかりました。ですの。なんかちょっと見た目可愛いっぽいんだけど。どうだ。おい、親父、あいつを紹介してくれ。そうだ、今の子だ。うちで働いてもらっている。故郷の親御さんに贈り物をするため働く。優しくていい子だよ。美人だしね。え、何か買えばいいの。いや、そんなことなさそうだな。いや、買わなきゃダメか。加速装置結局必要になるからね。いや、必要になるっていうか、あった方がいい。多分素早さそこまで上がらないから。で、結局レイオーちゃんイベントはいる。いや、騙された。レイオーちゃんに騙されたわ。加速装置だけ買ってイベントが進まない。貢ぐだけ貢いで終わりだ。じゃあその竜神様がなんちゃらみたいな、ちょっと岬へ行こう。ここ何のためらいもなく飛び込む。メカの鏡だな。じゃあ発掘ポイント、発掘ポイントは全部回収してから行くか。敵はなるべく一体は嫌だ。ゴールドの兜いらん。いや、いらないか。いるか。ミスリルとゴールドだったら多分ミスリルの方が強いよね。なんか敵はあんまり密集してないな。割と単体っぽい。まあ、でも強い敵であればね、ステータス上がるからね。まあやっぱり無理してちょこちょこ戦う必要もないと思うけど、とりあえず見つかって見つかって。もう一匹こっちいたよね。いた。サンチェーンかけるか。囲まれてる感があるな。まあそんなのないけど、ないっていうか多分影響しないけど。毒かで、サーベル、亀がいる。炎で一掃する。亀だよね。俺と同じだ。毒にはなってないでしょ。ちょっとサブマシンガンがどうだろう、ギリギリ倒せるか倒せないかっていう感じになってるから。でガラクタはもう大丈夫。バトルアックス、ミスリル弓、牙、これ一体ずつ倒す。ガッとされた。ひどい。カメ対カメ、なんか俺のが弱そう。で、コスト的にバトラックス使うか。
別に何回も行動した方が上がりやすいっていうのはないみたいなんで、一回行動すれば大丈夫。最大ヒットポイント。肉どんどん食っていこう。ちょっとペットのケアルは惜しいけど、これだっていうのになるかもしれない。グリフォン、あ、やった、ケアル継承した。ヒットポイントはね、すげえ上がるんだよね。だからここからの泡のティアラ、こうプレゼントアイテムなのかさ、装備するアイテムなのかよくわかんないんだよね。ちょっとどっち先に発掘したいんですけど、まあいいや。なんだお前たちは、わしに一体何の用じゃん。げ、強そう。あなたが伝説の竜人。竜人か、そう呼ぶやつもいる。竜人伝説は本当だった。早くみんなに知らせよう。待て、わしは静かに眠っていたい。他の者には黙っていってくれんか。お前たちの望みを一つ叶えてやろう。え、やった、戦ってくれ。金アイテム、あ、これなんか多分攻略サイト見ればいいのがあると思うけど、ちょっとアイテムしとこう。それもよかろう。エアバッシュ、よくわかんねえ。じゃあな、エアバッシュでもなんか素早さが上がりそうじゃん。愛人、コテの代わりにエアバッシュ、素早さ上がるわ、めちゃ上がる。5、力も上がって魔力も上がって、防御は下がるな、しょうがないな。通常防御1か、能力を底上げすることができる空飛ぶ魔法の靴。いや、防御下がるのはな、ちょっとな。いや、でもちょっとこっちにしよう。先手必勝で倒せば問題ない。愛人って何個装備、愛人がその2つも必要ない。だって今サイコダガー使ってねえもん。サイコダガーの代わりに、え、まあ、どうした、 何にした俺。装備で愛人でサイコダガーで、これを泡のティアラはちょっとわかんない、防御が上がるわけじゃないから、ミスリルのコテにしよう。ゴールドの兜とミスリルのコテだったらどっちも変わんねえけど、ゴールドの兜にしとこう。よし、これでまあ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 でしょ。あとはその近くの発掘ポイント回収する。ハイポーション、まあこれは使い捨てで使っていくか、減ったら。で、まあ割と見たよね、上の方は見たはず。あとは洞窟に行ってクリアを目指しますか。発掘ポイントがあるかだけちょっとなさそう。これ溶岩当たる？当たる。あっつ。やつは。メカだからなんとか耐えてるけど。え、どんくらい減ってる？ちなみに。そこそこ一回セーブしよう。オッケー。ようやくペットがペットらしくなってきたな。スライム。あそこの発掘ポイントって、あ、こうやっていけってことね。あっつ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 、どこ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 。戦闘一匹ずつ倒すか、確実に。ミスリル、サーベル、ミスリル。くちばしと爪はどっちも変わんなそうだな。じゃあ爪でいいや。50で、何もしない。バトルアックス、ブリザード、こっちも何もしなくていいや。力、最大ヒットポイント。ちょっと待って、これさ、向きがなかなか難しいんだよね。ここか。純正オイル、なんかすげえメカのアイテムっぽくない？ちょっとこっちに宝箱があったから、これ回収しよう。っていうかこいつ引き連れて、こいつをゲーダメだった。また一体か。でも上がったは上がったかんね、さっき。とにかく素早さなんだよな、上げたいのは。
愛人のね。素早さ上がった、やった、貴重だ。で、宝箱、モンスターが潜んできた、マジか。ん、シュピーゲル、サンダーバード、なんか強そうだな。サブマシンガン、バスワック行こう。ここはこの爪いった、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ食らった。ゼロ、マシンガンも無理だ。ロケットパンじゃなくて、ここはミスリルの意味。サーベル一応上がるのはちゃんとで、回復しよう。やばい、ケア90しか回復しない。強かった。魔導回路、魔導回路ってメカの、もしかして魔力を上げるやつじゃない？ミスリルの盾をちょっと見てみよう。魔導回路、魔力が8上がるのか。あれ、魔力回路、魔力回路か。まあいいかな。ちょっとメカはメカらしく機械装備を使っていこう。でハイポーション使う、回復に。ガラクタ減りが大丈夫。ペットはなんか肉食えば回復するからね。で上に行って、あとはこっちを通って、てかさ、秘宝もらって何になったんだ、ちょっと見てみよう。秘宝、もらった秘宝は不死鳥じゃなく太陽、決して消えることがない太陽のように明るい松明、よくわかんねえ。秘宝の効果がいまいちわからない。2回、宝箱、宝箱がさ、け、持ち物がいっぱい。ちょっと待って、力のもとは絶対欲しいよ。1回整理しよう。ハイポーションを使ってしまおう、ペットに。1個開けとくか。なんかモンスターとかからさ、アイテム手に入れた時にさ、持てなかったってなると悲しいから、力のもとやっぱ最後に使おう。サイコダガーちょっといらないはいらないんだよな。あ、泡のティアラ、あれだ、多分このマークだからあげるようだ。純正オイルも、あ、これあれか、メカのなんかいたよね、メカの神様みたいな。ちょっとハイポーションもったいないけど全部使おう。使えない、捨てよう。ちょっと持てる数が少ない。こまめにアイテム整理していかないとすぐいっぱいになっちゃう。空っぽ、超騙された。じゃあ上に上がっていきましょう。発掘ポイントがあるね、これ絶対落ちない、下に。あいつは落ちないか。ミスリルソード、バトラックスからもうミスリルソードに変えちゃうか。じゃあ結構調達できるね、バトラックスを。これ絶対ミスリルソードの方が強いっしょ。11で、バトラックスはもう捨てちゃう。だって予備の武器まだいっぱいあるもん。ミスリルソードの切れ味を試そう。貴様で試し切りだっけ、いっぱいいる。デュランダールはさ、ガードしてくるからね。ちょっと炎、いや、ブリザードにしよう。で、牙が強いのか、多分一番。カメレオン、ほら373強い気がする。デュランダール勝ってんな、やっぱり。月、あ、ガードしてんのか多分。でサーベルも使ってちゃんと素早さも上がるように。でこいつはガード、最大ヒットポイント、肉、カメレオンの肉。カメレオンって聞くと弱そうだけどね、グリフォンよりは弱そうだよね。さてじゃあ下回って、まあこいつは戦っていくか。デュランダール、ちょっと待って、デュランダール、じゃあミスリルの弓で貫く、剣対剣、ミスリルに勝てるか。
140、200、ミスリルの勝ちだ。力よし。いやー、人間はどんどん強くなっていくね。別に人間も多分ね、魔力上がらないってことはないと思うんだよね。だからしっかりあの特殊能力を覚えないっていうだけで、あ、ここか。しっかりね、能力成長はしていくと思うんで。まあ、でもそこまでやってる時間がない。金の針いらん。こいつと戦って捨てよう。ミスリル、ミスリル、ミスリル。今はミスリルが主400とか本当に強いな。上がらん。多分素早さを上げてた方が優遇されるんで、なんか地図でさ、左の方に温泉みたいなのがあるんだけど、これ降りられる？下の方に降りられないね。温泉に行こう。ヒットポイント回復するのかな。あ、ただの回復ゾーン。体力が全回復した。あ、あっちにこいつどこまでもついてくんな。宝箱があったから回収しよう。こいつ引き連れてこう。こいつ引き連れて勝負だ。いっぱいいる。マシンガンでカメレオンでしょ。一回サーベルでイエローゼリーでしょ。炎かけとくか。ペットがね、複数攻撃できるのがあればいいんだけど、倒せなかった。やばい、集中攻撃を食らうぞ。これ愛人の炎で、よし、とりあえずデュランダルだけになった。で、ちょっと何もしないで、ミスリル、ミスリル、キバ、ガード、ガード、やるな。いて。じゃあ戦闘に参加しよう、ミスリル。いけ。落とさない。デュランダールの肉。どこに肉がついていったか。よくわかんない種族の肉を食おう。毒が魔法使えないかな。ケアル継承しなかったね。そういえば悲しい。ファイヤーの書、そうだ、持ち物がいっぱいなんだって。だから人間は魔力を上げて何とかの書を持てるようになると、そうすれば魔力もね発揮できるんで。ダメだ、ハイポーションがいつも1個余んな。どうしよう、いるか。まあ売るか。そこそこの値段になるはず。で、こっから来たんだよね。あれ、どこやったっけ。そうだよね、アーチをくぐって5階。結構ある、まあ、溶岩が思ったよりダメージ食らわないから全然よかった。多分1とかだよね、感覚的に。10とか食らうとかなりきついけど。あれ、これなんだ、どうやっていくんだ。これ下くぐれんのか。なんかアイテムがあるわけじゃないんで、なんかそろそろ終点っぽいよね、マップの構造的に。あ、これは秘宝か、多分。ゲイ防御の巻、炎の巻、真実の瞳、ミニマップ機能拡張。あ、なんかあるよ。敵もしかしてこれ、ちょっと、あ、敵っぽいな。見るだけ見よう。あ、敵だね。なるほど、敵が見えるようになった。これは結構便利だよ。で、海底はこれで終了。いいね、敵が見えるってすげえな。結構点在してるね。これで引き連れていくのもさ、結構できるんじゃん。これ何チェーンまですんの、敵って。これ2でしょ。こっちも引き連れていこう。無理だ、あいつは索敵から離れてしまった。大目玉、サーベル、弓、
げえ弱くなってる。これだってさ、毒にするだけでしょ。弱っ。ガマ引った。ミスリルの意味を使うか。いや、ペットがマジで弱くなった。大目玉の2個食いたい。まあ一回ちょっとこのまま出よう。じゃあ海底火山から出てきたので、次は右側にあるマップの方、こっちねに行きますか。一旦寝てアイテムも整理して、じゃあ次回やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。